というわけでございまして、昭和50年おじさん、ザ・デイトブルマーズでございます。はい、名曲を楽しむコーナーですね。はい、はい、じゃあ今日の曲は何ですか。はい、今日の曲はですね、はい、まあ、昭和の巨人、作詞家作曲家先生のシリーズというところでございまして、うん、熱き心、小林明さんの、はいはい、ですね、作詞は阿久悠さん、はい、作曲は私大好きイーチ大滝英一さんでございます。あ、はい、この曲はあの知ってました？もちろんもちろん。僕は知らなかった。あ、そうですか。あ、でもタイトルとか知らなかった。あの曲は聞いたことは。あ、どうですか。うん、まあ、この曲とあと、冬のリビエラっていう森進一さんが歌っている。あ、あれも大滝英一さん。そうだそうだそうだ。で、まあ、この、まあ、演歌的なね、うん、ところでの有名どころの2曲ということなんですけど、まあ、この熱き心には非常にこうスケール感があって、いい歌ですね。85年の発売シングルということで。85年。そうそう、俺ね、この曲なんかやっぱすごいよく覚えている。味の素 のマキシムっていう、コーヒーの CM ソングだったんですよ、ね。あ、そうだった。なんかやっぱこう、なんか冬のなんかこう焚き火みたいなのしてるような CM のコマーシャルだったような。俺は知らんねえ。そうです。でもやっぱほら、スケール感がすごいあるでしょ、この曲も。北国の旅の空っていう、こう、とか、オーロラの空の下みたいな、そういう、こう、非常にスケール感がある感じで、曲と、まあ、あの演奏といいましょうか、コードとその歌詞というのも非常にスケール感を出しているし、で、まあ、あの、小林明さんの渡り鳥シリーズを、あの、大滝英一さんが非常に愛していたので、うん、まあ、そのいわゆる西部劇的なといいましょうか、 はい、あの映画のですね、まあ、あの映画のところあんまり見たことないんですけど、なんとなく見たことある。ギターを担いだ渡り鳥みたいな、うん、なんか日本の映画なんだけど、なんかウエスタンみたいな感じの映画だったね、確かに。だからそういう世界観がすごく合ってる。で、それがどの辺で現れてるかというのをちょっとやってみたいんですけど、はい、あのイントロからじゃあ、やってみましょうか。はい、はい、イントロね、うん、イントロから、うん、はい、はい、うん、いきますよ。はい、ほいほい。非常によくあるコード進行で、この E から始まる、あの恋する彼とかも、キャンドルっていう、あのそういう感じの、うん、いかにも大滝英一さん不安はもう、あ、これこれっていうね、感じのやつですね。まあ、あとこの曲のポイントは、これ宮崎さんなんかベースすごいしんどいって言ってましたね。これ、まあ、まあ、ベーシストならあるこうルート5度ルート5度っていうのを できれば、うん、まあまあ、細かい話なんですけど、うん、できればルートの方を高い音、うん、5度の方を低い音にした方がハマるなと思うんですよ。はあはあ、だからルート行く時に F シャープとかやったらこう4弦ここ行きたいのに、その上のこっちの方に行かなあかんから、うん、こんな頭がこんなちょっとそれルートが1号1号で、うん、あ、これルートやったらいいやったら1号1号1号、次 C シャープ前やったら1号1号1号、こっちの方がハマるんですよ。これはそれ逆にするとどうなんですか。
そうねってなっちゃうんだけど、うん、ちょっとこれはまずいということで、ダガダガダの方がいいよね、の方がいいんで、ダガダガダガちょっとうるさいんだよね意外と低い方のルート先行ってしまって足元だっていうことがあるんで、ちょっと緊張してるんですよ。なるほど。そうなんです。これ意外とね、それはもう一曲フルでも全部そうしてます。あ、そうしました。はい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 、うん、もう一切1本目を低い方に行かない。なるほど。4弦の開放は弾けないっていうそうでも恐れいやもうそうそう、あのこんなんちゅうの経過音とかで使わない限りは、今のこのダカダカダカはもう常に高い方の音を。確かにそう、ね、こんなに2弦を使う曲っていうのはないかもしれないこれ原曲はどう弾いてました。原曲あ俺原曲っていうか、まあそのなんか要は小林明さんがそうそう、紅白で歌ってたあのカラオケはどうでしたか。あれどうやったかな。でもあれも基本的には高い方の音を言ってたと思う、ね、基本的にはなんかそっちがハマったなと思ってて。いやでもそりゃそうだわ、うん、今のでも明らかに違うもんね。やっぱダガ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 って言ってたんだな。それが常にやっぱ開放弾けないんで、ね、開放弾けないと結構緊張感が増します、うんうん、っていうちょっとなかなか難解な、意外と難解な曲です。なるほど、はい、そうですね。あとはまあやっぱりこう、まあこれもドラマチックに転調を、するわけなんですけど、はい、まあ、僕が好きなのは時に人を恋しくと、これは、まあ、一回し目はこう歌って、次は胸は焦がれるままと、ここの使い分けもおしゃれですよね。はいはい、うん、そうですね。胸は焦がれるままでもいいんだけど、胸は焦がれるままとここはいいですね。でこれもちゃんとこう胸は焦がれる、このちょっとセブンスって何でもかんでもこうセブンスにしちゃいがちじゃないですか。あ、まあまあね。でもこれやっぱり必然性のあるセブンスだなと。必然性のあるセブンス大好きなんです必然性すごい難しいんですけどね、セブンス、うん、まあまあまあね、というところですよね。でまあこの転調がダガダン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 ダこの辺が素晴らしい。本当でもこの人はこの人の、まあ、当たり前言っちゃダメだけど、うん、この人の曲って感じするよね。なんかね、そうそうそう。でこの大竹さんご自身が歌ってるバージョンもあそうあるんですよ。うん、これもいい、ね。で大竹さんはクルーナー唱法という鼻にかけて鼻から抜けるっていう歌い方があるんですね、うん。男性ボーカルの歌い方で僕あんまりできないですけど、それですごく歌ってて、それが非常に美しい。うん、まあ普通に小林明さんだったら初期心にまだ無駄に似てますやりたいだけなんですよ懐かしい思いにされても踊れよじゃないですか大竹さんは初期心に時を戻って鼻から抜けた懐かしい思いにすべても踊れよ途中でなりましたけど、アキラになりましたけど、ちょっとアキラ入りましたね、それ。この歌い方すると、金木犀のボーカルの人みたいな歌い方になりますね。でも当時でそういう歌い方流行ってたんですかね。いや、これはね、大滝さんがやっぱりこう、あれ、それってクラシックの世界のもんですか。いや、まあポプレアだと思うんですけど、こうやっぱ海外のポップスで、オールデイズでこう歌いがちな歌い方をしてたというのが、クルーナー唱法という。へー、大滝さんバージョンも素晴らしい。ね、あそう、はい、まあそんなところですかね、うん、まあ本当に名曲で、名曲ですね、スバルとか ああいうのと同じぐらいこうスケール感があって、はいはいはい、もう国民的な名曲だったと思いますけどもね、うん、素晴らしいですね、はい、というわけでじゃあ今日は熱き心にでございました。はい、はいはい、最後までご視聴いただきましてありがとうございました。面白いと思われた方はですね、高評価チャンネル登録よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。おじさんたち頑張ってます。人生それで